おはようございます。新地登山部です。今日は鈴鹿山脈の烏帽子岳登っていきたいと思います。はい、ということでね、ここね、登山口です。池の横、ここのバリケード今越えたところで撮影を開始しました。これからね、進んでいくわけなんですけど、細野ルートっていうところを登っていきます。はい、ということで行きましょう。はい、登山口越えて今登り始めました。登山口にね、パンフレットあったんでもらってきました。そしてね、ここの細野コースですけど、まあこれ2時間ぐらいで、行けるみたいです。はい、でゴーンって言ってる。はい、2時間で登るんですけど、標高が865メートルですか。はい、山頂まで今からゆっくり登っていきたいと思います。でね、やっぱ鈴鹿山脈なんでね、やつらがどうもねいるみたいです。はい、この時期に登ると、まあ夏場っすね、夏場に登るとどうしてもね、あいつらがいっぱい出てくるっていうことで、どうもね、今日はね、もしかしたら初めてやられるかもしれないですね。一応ね、足元には虫除けスプレーですけど降ってきました。対策は大してやってません。まあまあどうなるか、それも楽しみの一つということで登っていきましょう。はい、なんだかんだ言うたらもういましたね。いた、ごめんなさいね、ここモザイクかな。いたよ、いた、いたじゃん。超マジか、早いな。はい、いたんでね、ちょっとこいつかけてみようか、アトムちゃんが。お、なんか暴れてる、暴れてるけど取れないね。あ、取れた、落ちたっぽいなこれ。う、めっちゃ暴れてる、アトムちゃんで。今日はやられちゃいそうです。いやー、さっきねくっついてました。で、ごめんなさいね、足なんか見せちゃって。はい、アトム振りかけたら落ちちゃいました。いや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 、まだ歩き出して10分ぐらいですよ。気持ち悪いな。はい、いやー、一応ね、もう一回拭いときましょうか。これが効果あるのかどうかわかんないですけど、とりあえず左足がね、この人さらってくと、で右足がね、アトムちゃん振ってます。どっちが被害が出てくるのか楽しみですね。じゃあ行きましょう。今んとこセーフです。はい、コースの方はねこんな感じで、あの目印もしっかりあってね、道も綺麗にね、ルートって感じの、はい、踏み跡もねしっかりついている、あの整備された登山道となってます。
第一見晴らしポイントということで、はい、景色のいいところに来ました。あっちが多度山かな。はい、養老山脈がねずっと見えてます。はあ、ちょっとここら辺はね足元乾いてるんで、一旦ねここで水休憩しながら足元のねあいつらのチェックをしていきたいと思います。うん、大丈夫やね。大丈夫そうですね。一応ついてないな。いないかな。いないっぽいね。大丈夫かな。第一見晴らしポイントでした。足元ねちょっとチェックしてみたんですけど、特にね今回は付着してませんでした。このままね第二まで行きましょうか。はい、進みましょう。今日はね曇りなんですよ。で昨日は雨が降ってました。なんでねまだあの地面の方はねちょっとしっとりしてるんですけど、まあこういう状態だとね、はい、あいつらってさっきまで言ってましたけど昼ですね、山ビル活動がねなかなか活発だったりもします。まあでも今日ね曇り、まあ今ねちょっとね光が、わ、雲の巣、はい、光が差し込んできて地面がね乾いていけばどん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 いなくなるんじゃないかなと、はい、思ってるんで、このままね乾いててほしいなと思ってます。発見、また来た。左足には来ないんだよね。右足だけか。ってことはこいつの出番かな。よっ、一瞬や。はい、一発で落ちました。尾根に出たらこっちからね心地よい風が流れてきました。気持ちいい。はい、ちょっとねはあはあ言ってますけど、さっきまでねまあまあ登りきつかったです。ただね今横移動で楽ちん楽ちんと、そしてね風が気持ちいい。いやー、しばらくねこの天国状態を味わいましょうって思ったらもう急登が始まりそうです。ちょっとねここで休憩しようかなと思います。この辺りね尾根だからかな、あの下のね砂利が見えてるんですよ。なんて言えばいいかな、落ち葉が少ない。はい、でね、まあ、こういうところって、昼いないじゃないですけどね、落ち葉の裏に隠れてるんで、はい、昼が少ない感じです。さっきまではね結構ね歩いてても気づくぐらいいたんですけど、今ね全然あの下見て歩いてるんですけど見当たりません。この辺りはねちょっと安心して登れる感じがします。5合目到着しました。よいしょ。はい、ここ5合目は分岐になりますね。あれ、今第二見晴らしポイントに行こうと思って進んできたけど道間違った。え、合ってんの。こうだよね、ここをこうやね。ほんで危ない危ない、ほら道がなくなった。はい、山アップ見たらねここに分岐の印は一切ないっすね。うん、そういうことだ。5合目に到着しました。でここ分岐になってるんですけど、
こっちに行くとね、第二見晴らしポイントっていう風に書かれてます。ちょっとね、見に行ってみましょう。よいしょ、こっちが第二見晴らしポイント。さっきね、実はもう一回行ったんですけど、行って、あれ、登山道がこの先ないぞっていう風に思ってね、マップ確認したら分岐ではなくって、あくまでもね、ここが、ここね、ここ、わかるかな、ここが第二見晴らしポイントということで、ここでね、景色を楽しみましょう。はい、そういう場所でした。養老山脈がね、見えてますね。よいしょ、5合目を過ぎて、まあ今進んでるんですけど、これずっとまっすぐかな。はい、この辺りはちょっとね、急登です。いや、一応ね、階段作ってあるんですけど、いやー、なかなかしんどいぞ。はい、ゆっくりね、登っていきましょう。よいしょ、5合目過ぎて急登登ってたらサイレンになってる。12ですね。お、看板です。6合目。あは、そういうことね。第三見晴らしポイントに到着しました。街が見えますね。時の街なんかな。はい、が見えてます。いやいやいや、いるね、ここにいるね。ってことはこの周りにいっぱいいるんだろうね。いやー、俺の足にはついてないかい。いや、めっちゃ寄ってくる。俺の方に寄ってくる。やっちゃろうと思ったのに。あ、おったおった。うわ、すごいなこれ。一撃じゃん。そうなん。めっちゃ効くじゃんこれ。なんかめっちゃ晴れてきた。はい、今日ね、曇りの予報なんでね、晴れる感じなかったんですけど、いい感じで日が出てきました。8合目、ここか。はい、8合目到着です。ここでね、分岐になります。こっち行くと展望岩コースで、こっちがね、大岩コースか、になります。今日はね、大岩コースから登って、山頂行って、こっちが展望岩コースで降りてこようかなと思います。危ない危ない。はあ、しんど。あ、帰りの分岐っすね。今この大岩コースから登ってきました。結構ね、2時間のコース、楽しみました。しんどい。はい、ここ登り切ったら山頂です。頑張りましょう。もうちょいだ。じゃあ、着きました。はい、烏帽子岳山頂、山頂到着。イエイ、お疲れ様でした。いやー、着きました。そしてね、三角点がここね、タッチということで、それじゃあ久しぶりに行きますか。はい、ということで、烏帽子岳山頂からの景色をどうぞ。はい、烏帽子岳山頂でした。お疲れ様でした。
ただきます。うん、明太子うまっ。ごちそうさんでした。はい、それでは今から下山したいと思います。山頂ね、とても見晴らしがいいんで、ここでお昼ご飯すればいいんじゃないかなって思います。まあ今日はね、藤原岳、伊勢湾、多度山と、まあ、ここら辺を見ながら美味しくご飯をいただきました。はい、それではね、下山、元北舗装のルートを使って、そして展望岩コース、上り使ったコースではなくって展望岩コースの方を下りで使っていきたいなと思います。下りは楽々っすね。はい、舗装のコース、これ分岐に到着です。来たのがこっち大岩コースから登ってきたんで、今度下りはね、展望岩コース、こちらを使って降りていきたいと思います。こっち展望岩コース、今まっすぐ降りてきてるんで、あそこ、これね、上りで使うとしんどいかもしれないですね。まだね、大岩コースの方が楽に登ってくれる、来れるんじゃないかなって思います。よいしょ。とかなんとかね言ってたら、展望岩来ました。展望岩だ、危険だって。おお、あ、いい見晴らし。霊仙山が見えて、で奥にちょっとね霞んでますけど、伊吹山が見えてます。で時の町ですか。はい、こんな感じでぐーっと見晴らしのいい場所に出ました。もしかしたらここ今日一番の見晴らしかもしれないです。はい、ぜひね寄ってみてください。あっという間に分岐、展望岩コースと大岩コースの分岐に到着です。はい、ここ8合目ね、着きました。あっという間ですよ、本当。下り早いっすね。試しにアルファ5100で歩きながら撮ってみます。はい、今ね第一見晴らしポイントを通過して、登山口に向けて移動してます。この辺りでね、朝昼にやられてないか、昼が足にくっついたって、まあそういうポイントです。どうかな、一応ねサラテクト両足に塗ってきたんで、まあ大丈夫じゃないかなってね、ちょっと安心しながらね、油断しながらかもしれないですけど、はい、降りているところです。うん、どうでしょうね。まあ朝と違ってね、足元もだいぶね乾いてます。なんでまあそこら辺も考えると、ダブルでね、こうしたらいい、ダブルではい、安心して歩けるんじゃないかなと思います。はい、まあでもね、なんだかんだ言って油断は禁物です。はい、途中で、一応ね靴の方を確認しながらね、下山していきたいと思います。よいしょ。はい、お疲れ様でした。無事下山してきました。いや楽しかったですね。ところどころにね展望所もありましたし、飽きない登山道でした。そしてやっぱりねこの時期に起こるイベント、はい、山ビルですね。まあ、これもね楽しいイベントの一つとして考えて登ってくればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上となります。うん。
今回の動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。お疲れ様でした。さあ、ヒルさんはいますかね。靴を脱いでみましょう。もしかするとね、口じゃねえや靴の中に入ってるかもしれないしね。靴の中はいませんかね。中敷きもちょっと脱いでみて、いない。左足にはいませんでした。そして右足、見当たんないね。とりあえず靴の中はクリアと。靴はオッケー。こう問題はね、靴下の中とかね、いるかもしれないんだよね。脱いでみよう。よいしょ。お、いないね。いいんじゃない。あ、ちなみにね、膝まで靴あれじゃないや、ズボンをねパクリ上げたけど見当たんないですよ。あと左足の靴下、はい、OK、はい、被害なしということで一安心です。意外と T シャツめくり上げたらとかないよね。なさそうやね。帰ろう。